皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回はですね、ログインでね、もらえてるカムバックガチャのチケットが、またようやく50連分溜まったので、前回の動画と同様に、シガンシナとトロストと、50連ずつ合わせて100連、またね、やっていきたいなと思います。で、今回は、プラスアルファで100連引いたら、特装確定の、幻突マックスのやつかな、のガチャが、ガチャっていうか、配属書みたいなもらえるみたいなんで、まあ、それもね、今回引いていきたいなと思いますというところなんですけれども、あとね、プラスアルファでね、こっちのチケットも10連溜まってるんで、こっち先引いて、で、カムバック50連、そして最後に、確定チケット1枚、で、みたいな感じで、両サーバーで引いていきたいなと思います。まあ、結構長なるから、まあ、ちゃっと引いていくか。まあ、とりあえずこれね、引いていきましょう。前回の、カムバックのガチャに関しては、もうひどい、もう収穫がないと言っても過言ではないぐらいの出方しちゃったんで、この後半の50連に関してはね、なんか欲しいな。こっちのイベントっていうか、ガチャで、ピックアップちょっと拾ってね、景気づけにって感じやったんですけど、これは、微妙やな。はい。はい。というわけで、まあ、ええよ。ええよ、ええよ。あ、ほんで、これ、トロスト側から先引いてます。なんとなく、志願しながら引くん怖かったんで。まあ、とはいえ、こっちもね、紫のアタッカー、まずめちゃめちゃ欲しいんで、その辺を狙ってね、やっていきたいなと思います。さあ、行くか。なんか調子悪ない？手出し。さあ、行こう。はい。まあ、10連目は、これまた、10連目っていうか、60連目になるんやけど、今んとこ全く、あ、これええやんっていう引きがないんで、困ったもんないんやけどな。なんかX のポストとかをね、ちょっと見てると、結構いい引きしてらっしゃる方もちらほらいたりするんですけど、おい。2ばっかりやないか。どうなってる？違うよ。星4くれ。ん？どうな、え？なんで？え？大丈夫？え、これほんま、さっきの60連目、何言ってんの？大丈夫？もうさ、そうなるわ。こんなん。これデジャブやで、これ。星2ばっかりやん、これ。あ、星31もらったか。さっき星31枚やったから、ちょっとは成長したと。はい。まあ、例によって、例のごとく、これちょっとまだ寝起きで撮ってるんですけど、はい。。ちょっと一旦戻る、一旦。これで、なんか、リセットされて？されてない？え、違う？これ、なんか、今日じゃなかった？引くん。あ、マット取ったな。一応取ったな。なんか一回も噛まへんねんけど、これ噛まへんやつなのこれ。はい。はい。アートしか言いようがないな。はい。一応星42枚出たけど、まあ無背景の、兵団火炎に突っ込みそうなキャラになってもたんけど。ん？ちょっと待って、あと何枚？あと20連しかないで。え、大丈夫？はい。はい、アルミね。こっからちょっと取り返していかんと、しっかり。さあ。あ、噛んだわ。初めて噛んだ。さあ。どんな感じで、多分背景付きのキャラが出てきてくれるんやろうと思うけど、ここか。おー、ペトラか。まあでも、星6で出てきてくれたからありがたいといえばありがため。まあ、15ついてるんでね、熟練。はい。はい。こうね。はい。そんなもんか。これ、光栄やんな、確か。うっせやんな。違うね。俺、紫欲しいね、紫。え？え？これ良くないよね、これ。全然良くないわ。いや、これ負けやな、完全に。いやー、なんか、
カムバックのガチャ今まで引いてきて、一番あかんのちゃうかな。なんかもうちょい出てたような気するぞ。はい。うん。はい。うん。うん。しゃあない。とりあえず、これで。これかな。これもらって、どこに出んやろ。あ、これかな。うん。さてと、引くか。まあ、なんか、あんま期待せんとこか。うん。もしくは、ここでめちゃくちゃいいの出てきてくれたら、うん、全部許す。行こう。はい。ね。ま、噛むねんな。とりあえず噛むんでしょ?はい。うん。で、で、何出る?はいはいはい、はい。ああ。マジか。いや、持ってますな、それは。きつ。ま、いやもうこれも残念と言わざるを得ない。はい。まあ、とりあえず、志願士なのでラスト、ね、いい引きを願っていくか。トロストはちょっとぶっちゃけ収穫ゼロですね。はい。というわけで、行きましょう。はい。というわけで、志願者の方をやってまいりました。同じようにね、ガチャガチャ引いていきたいなと思います。まあ、まずはここね。はい。順番が悪い。お、ミカさん出てきたわ。はい。これ、噛んじゃう?初手から。あ、噛んだわ。ってことは、ミカサかエレン、どっちか、まあ、ゲットできると。もしくは、もうなんか2枚とも引っこ抜いてもええで。うん。あとは言え、それやったらミカサが欲しいかなぁ。うん。ミカサで、お願いします。はい、ここ。あ、かわいい。あー、チケットで一応ミカサゲットできましたね。あ、支援的には良きなキャラなんで、うん。まあ、まだぼちぼち育てていきたいなと思います。はい。まあなあ、とりあえず熟練まではちょっとよう育てんかな。はい。オッケーオッケー。いや、こっち側は初手からいい働きしよるよ、エレンが。はい。では、カムバック。まあ、こっち側の後半50年。行きたいなと思います。いやー、今んとこはほんま収穫ないぞ。ただ、今の感じでいけば、きっといいキャラも引ける。やれる。オッケーオッケー、マント取ってる。噛め。噛まへんのかい。まあ、噛まなく出てこんってことが判明したんで、まあ、とりあえずここは、うん、そんな感じだな。はい。まあ、あと40連。41連と言ってもいいんだが、まあ、とりあえず40連やな。はい。はい。さあ。あと40連。行くぞ。いや、だから、ぼっちはなんか不安やねんけど。不安しかないねんけど。もうマントつけとるしな。なんか、なんか全然縁になれへんけど。大丈夫?なんか、光栄のペトラさんが出てきてくれたん、まあ、ええねんけど。なんかいまいちこう、ないなアザスティ、ちょっと言いたいなぁ。はい。さて。結構星4の確率の恐れで言うとね、高いはずなんで、結局は、うん。まあ、こういう演出が多いはずなんやけどなぁ。それも、1枚とか言わず、なんか、2、3枚出てきてほしいねんけど、なんだったら。はい。まあ、マント取ったらね、星4出るけど、これまた、無背景の、おお、ピクショー。ヒストリア。ありがとうございます。これ、あれじゃない?ちょっと待って。いや、まあ、持ってないねんけど、いや、何の、はいはいはい、周年のやつか、これ。これ、唯一持ってなかったやつじゃん、俺。え、違う?違うわ。え?あ、違うわ。あ、全然違うわ。
え、だいぶ前のキャラか。え、ちょ、もういつのんかわからんわ、もう。いつのやろ、これ。公営の、え、じゃ、何をしてくれるやつ？あー、命属性の裏につけとけば、攻撃1.75倍か。あー、まあまあまあ。まあ、いいっちゃいいな。はい。なんか、15、熟練15で出てきて欲しかった感じやな。どっちかっていうと。はい。さて。ああ。もう息切れしたとは言わせんぞ。まだ。まだ全然やで。はい。なんか、足りひんで。はい。はい。まあ、ここは、なし、だろう。いや、もうなんか、コメントっていうか、喋ることなくなるわ、こんなん。はい。お、もう最後やん。じゃあ、カムバックガチャ、100連目、志願者の方ね、行きたいなと思います。ああ、ぶんな、マント取らへんのか、思った。一応取ってんな。一回も噛まへんとかある？一回も噛まへんわ、こっち。あれやな。まあでも噛まんくても一応出たって言うけど、あれか。普通のガチャで出るんか。いや、きつ。いや、やばない。どうした？今回ほんまに外れたな。はい。というわけで、カムバックガチャ。シガンシナの方は、収穫、まあ、ゼロですね、今んとこ。まあ、今んとこと言っとこう。これで、まあ、ゲットをして、まあ、すべては、ここのためにあると。何が欲しいかって言ったら、まあ、なんでもええねんけど、ああ、ジャンとか欲しいかも、結構。あと、リヴァイね。こっちは、赤のアタッカー。これ、ピンポイントで来たのも、全部許すわ。はい、行こう。今なんかさ、今さ、実績が見えたんだが。ごめん、ネタバレやん、どう見ても。猫ペトラやろ、これ。いや、やめとけって、そういうの。そういうオチね。はい。オッケー。いいよ。ありがとうございます。もうなんか、引く前から誰が出るっていうのわかるやつ。これ、ちょっとあれやな。考えもんやな。実績猫ペトラが達成されましたって。これが、出てから出えへん？そのミッション。はい。そんなオチか。まあ、なんか、自分らしいっちゃ、自分らしいオチやったな。なんとなく。はい。というわけで、2回の動画にわたって、100連ずつ、計200連ですね。ガチャ、ちょ、じゃ、カムバックガチャですね。引いてきましたけれども、まあ、収穫はないな。正直言って。トロス側の公営の、あれあれ、ペトラ。が一番かなぐらい？そんぐらいちゃうかな。しかないよな。思い当たるところは。ちょっと前の動画も、まあ、見返すほど多分何も出てないと思うんで。いやー、この度は本当に、あれやね。負けたな。また今度、カムバックガチャ、また来ると思うんでね。まあ、その時はちょっとリベンジしたいなと思います。今までで一番ちょっと残念な結果だったかな。皆さんはどうだったですか？まあ、いいの出ましたか？目当てのものが出たらね、とりあえずね、いいんですけれども、まあ、自分に関してはちょっと残念やったということで。ああ、他の次のね、連合対抗戦のガチャが多分きっといい、引きをね、してくれるというところで、まあね、ここは我慢しておきますと。はい。というところで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。